アルがリバウンド取ったりとかで、それを繋いでいく中で、だから勝負できたよ、ジャンプショット。ああいう姿を見せることで、後輩らやっぱり次へ繋がるわけでしょ。だから、最後やっぱりいい試合してくれたなと思って。3年生に今までついてきてくれて、ありがとう。よっしゃ、はい、じゃあお疲れ様でした。まあ、とりあえず東京体育会な、ここへ戻ってこれたのが一番良かったと思いますし、相手が大きい子がいてるとか速いとかって、ね、最初に言ったけど自分の中で想像膨らまして、でも実際やってみたらチャンスがあったというのが今日やって分かると思う。で、例えば自分よりも20センチ以上高い相手に対してネオが勝負いけたりとか、アルがリバウンド取ったりとかで、それを繋いでいく中で、勝負できたよ、ジャンプショット。ああいう姿を見せることで、後輩らやっぱり次へ繋がるわけでしょ。だから、最後やっぱりいい試合してくれたなと思って。走行式、横でともできて喋ったけど、やっぱり環境なんや。うちの学校のあの環境が、お前を強くしてると思うよ。日本一っていうのを目指してやって、テニス部が。で、その環境で引っ張られてるわけよ。ずっと普段の生活が、勉強があってしんどい部分あると思うよ。それ分かってんねん。周りの人はみんな分かってんねんけど、それを乗り越えてきてる強さがやっぱり出てるわけよ。これはもう綺麗事じゃなくて、それを肌で感じれて、あとはシュートが落ちたとか倒れ込んだとかって、トレーニングがいかに大事か多分分かったと思う。そこなんや。またトレーニングかって思うと思うけど、ああそこでシュート決めれたな、あのジャンプショット決めれたな、あのスリー決めれたな、あのルーズボール取り切ったなっていうのは、日頃の練習と気持ちとトレーニングで、練習終わってちょっと早めに上がってさ、トレーニング行けよってしんどいの分かってるよ。それがここへつながって、それがじゃあ来年のチームの全国大会へ一生、今年の先輩らのもう一個上っていう風につながるんだったら、普段の練習の取り組み方とトレーニングっていうのをもう一個頑張って、それすることでもしかしたら来年また応援に来てくれるかも分からんし、東京まで待ってるので、はい、まあ3年生よく頑張りました。お疲れ様でした。新チームはまた今日の夜からミーティングして頑張りましょう。はい、ちょっとかっこよくこうよし、3年生な。はい、お疲れ様でした。はい、そうそう、はい、3年生に今までついてきてくれてありがとう。一つ勝ち切って、東京大会に帰ってこれて、でここでまあ全部出し切ろうということで、対戦相手は岐阜女子さんで、もうあの全国常連校で、高さもありますし、なのでまず相手がどうとか考えるのではなくて、自分たちの力を出し切ろうということで挑みました。まあ、1クォーター1クォーター食らいついて勝機を見出すつもりで取り組んできました。優秀な、チームですし、留学生もいますし、すごくまとまったチームが相手なので、そこをどう取り組むかっていうのは個々にいろいろ考えるんですけども、必要以上に相手を過大評価してしまうっていうのが一番自分たちの動きができない要因になるので、まずそこを払拭して、で、まあ、自分たちの持ち味ですね、走りながらのバスケットを出せるということで、そういう意味では少し時間かかりましたけども、後半立ち直って動けるようになったかなと思います。去年から出ている選手というのが少ない、世代でしたので、スタートはなかなか不安なところもあったんですけども、人数が7名しかいない3年生が本当によくここまで引っ張ってくれて、でやっぱりチームとして強くなっていくのがもうずっと見れましたので、頼もしい3年生だと思います。なかなかこのコロナの状況で試合をしてあげれなかったので、試合経験の不足した中で
っぱり勝ち上がって優勝時に対戦できたっていうのが、これからの彼女たちの大学での生活に大きく影響していってくれたらなと思いますので、はい、あのこれからの活躍を期待しています。ありがとうございました。相手はディフェンスのプレッシャーも強かったし、そのオフェンスの面でも優れない部分が多かったんですけど、最後まで強気で頑張って自分たちでゴールを狙っていったら相手のミスを誘えたので、今日はすごい楽しい試合になったと思います。チャレンジすることと全力で楽しむことを頑張ろうって言ってたので、その面で自分たちが楽しめたのは多分大きい結果だと思います。先輩たち去年2回戦で負けてしまって、その分自分たちが2回戦で突破して先輩たちの思いを晴らそうかと思ったんですけど、叶わなかったんですけど、自分たちは全員でバスケットを楽しむことを目標にしてたし、辛いこともあったんですけど、全員で楽しむようなバスケットにしていこうって、その全員で頑張ってきました。いつも自分がしんどい時に周りの同期が助けてくれて、そこは自分が嬉しくて、そこをずっと任せっぱなしだと自分が成長しないので、自分でやりながらも3年生はいつも自分のことを気にかけてくれて、すごい温かい同期でした。後輩には自分たちが果たせなかった2回戦突破を目指して、ウィンターも回復ここに戻ってきて頑張ってほしいです。